実はね、うちの親って私が声優の勉強するの反対してるの。特に父親が。生活費は自分で稼ぐ、親には頼らないって条件で入学を許してもらったから、連絡が行ったら間違いなく連れ戻される。だから仕送りはちょっとね。じゃあ桜荘に来たらどうだ。え、ボロいけど家賃は格安、猫もみんな連れ戻してまた賑やかになったし、青山が来ればあいつらも喜ぶんじゃないかな。桜荘、考えたこともなかったけど。ちょっと騒がしいけど慣れれば悪くないぞ。部屋は椎名の隣が空いてるし。ソラタ、ん、どうして名前で呼んでくれないの。なんだよいきなり。名前で呼ぶ。真白って呼んだって言ったの。知らない人が聞いて俺たちの関係を安心まで困るから。ああ、それは二人の時は呼んで。今は二人じゃないから。どういうことなの。椎名さんと怪しまれる関係なの。まで落ち着け。見ろ、早速誤解だって。寝てる。眠いのよ。昨夜ソラタが寝かせてくれなかったから。いや、だから誤解したんだ。ソラタ下手なのに何でもするから。ちょっと黙ってろって。黙りなさい。俺朝までしたから体が痛いわ。あなた違う、ゲーム、朝までゲームやってたんだよ。初めてのくせにこいつ無理強くって。起きろ、誰も起きてくれ。辛いと俺が知る。わった、神田くん。なんだよ青山さん。ずっと気になってたんだけど、二人は付き合ってる。どうしてそうなる。だって名前で呼んでとか、前に飼い主がどうとか言ってたし。椎名さんがデートしてたの三鷹先輩だったし。その後ジンとラブホテルに行った。最終的にはソラタと泊まったけど。お前寝るか起きるかはっきりしろよ。うちら高校生やで。そういう乱れたと整われた関係は。だから事情があるんだって。椎名もなんとか言ってくれ。うわ、ここは起きるところだろ。ええー、こと思いついたわ。なんでしょうか。誤解かどうか、桜荘に引っ越してこの目で確かめたら。